玉椿健太郎玉椿健太郎11月10日から1928年9月19日は、富山県中新川郡、下城郷上砂子坂村出身の大相撲の力士、雷部屋所属。小兵でありながら多彩な技としぶとい相撲で、関脇まで上り詰め、名人、海力士などと呼ばれた。本名は、森野健二郎。 現役時代の体格は159センチメートル90キログラム。父と兄が草相撲の強者だったことから、これに影響を受けて、力士を志すようになる。1895年頃、知人を通して梅の谷に紹介してもらい、その師匠である雷部屋に入門。1897年1月場所初土俵。この時の嗜名は、港山。 1900年の一場所のみ玉が、関と解明するが、これは、兄弟同様にしていた玉が、関という力士が指揮をしたため、とぶらいの意味でつけたものであった。同年、幕下に上がり、四好名が松つばとなる。1903年5月新入幕。1907年1月小結、び、1909年6月関分けと、小さい体格を利用した取り口で、 平幕上位から三役に定着する。1911年1月、新橋クラブ事件が起きる。この時玉椿は、たとえ、師匠たちが悪いにしろ、恩師に弓を引くわけにはいかないと言い,い、また独自に協会の収支決算も調査し、協会には借金があるのだから、力士の要求は実現不可能だとして、関は結果ではただ一人ストライキに不参加。 しかしこれによって、事件を起こした力士たちからは敵視され、事件解決時の覚書きに、玉椿問題は、無条件にて本問題の解決と同時には改正しむることという一項目がわざわざ付け加えられることとなった。事件以後も、土俵の上では、校長が続き、同年6月場所には、優勝騎手となったが、正方の優勝は、東西制導入以降初であった。 三役には最高五場所連続で在位し、年に場所の時代に関分け四場所、小結七場所を務めた。しかし1914年頃から力に、陰りが見え始め成績が低下。1916年1月場所を最後に引退して、年寄り白玉を襲名。引退相撲では得意の弓取りを行った。この時、 国技館は開設以来初めて満員になるほど人が集まったという。引退後は新橋クラブ事件が大引き、年寄りの役員になっていた当時の力士たちから礼遇されたため、検査役にもなれず、最後まで平年寄りのままであった。この頃には、早稲田大学で相撲師範も務めている。兄弟子の梅刀である雷親方が百二十七年に死去した後、 弟子を引き取って白玉部屋の看板を掲げたが、それから間もない1928年9月19日に心臓病が悪化して死去。44歳。母所は東京都葛飾区亀有の蓮光寺。身長159センチメートル、体重は重い時で90キログラムと現在では到底力士になどなれない小兵だが、周囲からお前と稽古すると気分悪くなる。 そんなに無理すると死んじまうぞと言われるほどの稽古、熱心だった。平雲と呼ばれる低い姿勢の仕切りから潜り込み、懐に食いつき左を刺して、頭をつける取り口で、そのしぶとさからついたあだ名がダニ。当時は今と違い、仕切り線がなく、両者が頭をつけ合う姿勢で仕切っていたので、潜るのは今よりかなり難しかった。得意技は、左差し、食い下がり、頭ひねり、 足癖。当時の横綱だった日立山は、関取は今までに誰が一番強いと思いましたかという質問に対して玉椿と答えている。対戦成績自体は5敗3分と玉椿は一度も勝てなかったが、しぶとい相撲でたびたび苦しめており、特に1907年5月場所での一番は、当時歴史に残る名勝負と称された。ちなみに玉椿は、 この勝負があまりに熱湯だったためか友情のようなものが芽生えてしまい、以降日立山との勝負は共に全力が出せず三連続で分けとなったと後年になって語っている。優勝計画第1号の巨漢力士、神宮山鳥之助は玉椿を大の苦手とし、玉椿と対戦という触れが出るとあてて、部屋に帰り、布団をかぶって震えていたという。またに第2子の海には強かったが、 大型で懐の深さを生かし荒技を振るう、駒形家には、文が悪かった。通算成績は、26場所で80勝79敗33分16、五5 2球、勝率、503。大相撲中継2017年11月18日号ピアニッシモも、86から87、相撲2012年5月号94ページには、 明治になっても、新弟子規定を記述した文献は、なかなかなく、明治19年、同年20年、同29年、同36年に発表された、東京大相撲協会猿号規約と、同42年の規約追加にも記述されていない。と記述されており、同志94ページから95ページの記述を、要約すると、 身長1 5 1 5トル、体重6 0ラム以上が新弟子規定の目安であったという。これに従う以上1 5 4センチメートル説が正しくても目安上は問題なかったと言える。ありがとうございます。